どうもジャクロでございます。監督最新情報ということで、この動画はですね、毎週木曜日ウィルアプリ2021監督のフォーメーションライブアップデート情報を皆さんにお届けいたします。さあ、ということで今週はですね、先週末欧州リーグの試合がねほとんどなかったので、フォーメーションの変更ねあんまりございません。まあ、変更は少なかったんですけれども、一部新規の監督、そしてですね、まあ、先週から変わってないんですけれども、今獲得できる優秀な監督も合わせてご紹介していこうかなと思います。そして動画の最後にですね、フォーメーション変更一覧と、今週の疑似 3CF の監督一覧を載せておりますので、そちらの方もご覧になっていただけたらなと思います。ということで早速監督の紹介いきましょう。はい、ということでまずはジャンピエロ・ガスペリーニ監督ですね。今週も引き続き 3-2-3-2 でございます。でこの監督はね、やっぱり疑似 3CF これ待ちたいなというところなんですけれども、まあ、その前にね、この通常のね 3-2-3-2 だとか3-2-4-1 でね一度試していただきたいなと思っております。というのもですね、やっぱりこのガスペリーニ監督っていうのは、まあ、私もね疑似 3CF 版のガスペリーニ監督使わせていただいたんですけれども、本当に使いやすい、まあ、3CB の監督の中でも最も攻撃がしやすい監督じゃないかなと思っておりまして、まあ、守備の面はね、まあ、フォアチェックアグレッシブでラインが高いので、まあ、かなりこうリスクはあるんですけれども、まあ、そのリスクを乗り越えた先にですね、効果力な攻撃が可能になっておりますので、まあ、この攻撃の際のボールのつなげやすさっていうところは、ピカイチだと思います。なので、まあ、一度ねこのガスペリーニ監督使っていただけたらなと思います。ということで次の監督いきましょう。続きましてマルセロ・ガジャルド監督でございます。まあ、この監督もですね、先週に引き続き 4-3-1-2 となっております。でガジャルド監督に関しては、ディフェンシブの方がおすすめかなと思いますけれども、でガジャルド監督に関しても先ほどのガスペリーニ監督とねちょっと近い、戦術裏数値になっておりまして、まあ、攻撃エリアがね中央ということで、まあ、4-3-1-2 にはね、この中央攻めっていうのはすごく相性が良くて、まあ、ガスペリーニ監督と同じく本当にね攻撃がしやすい、ボールがつなぎやすい監督となっております。まあ、4-3-1-2 はねスタンダードに使いやすいフォーメーションだと思いますので、まあ、このガジャルド監督ね試していただきたいなというのと、アルゼンチンリーグがね2月11日ぐらいにまたスタートしますので、まあ、変わってしまう前に獲得していただけたらなと思います。ということで次の監督いきましょう。続きましてエディン・ドラギシッチ監督でございます。さあこの監督はおなじみですね、疑似 3CF でございます。オフェンシブ、ディフェンシブは、まあ、ディフェンシブの方がおすすめかなと思いますけれども、まあ、この監督ねアップで復活してからずっとね疑似 3CF なんですけれども、でこの監督に関しては、まあ、疑似 3CF 使ってみたいなと思った時に、まあ、一番獲得しやすい監督なのかなというところがまず一つですね。フォーメーションはねずっと変わってないですし、マネジメントも高いので、まあ、入手確率はね本当に高いのかなと思っております。そしてね、この戦術裏数値なんですけれども、この手のタイプの疑似 3CF がたくさんいる中で、まあ、最も優秀な監督じゃないかなと思っております。まあ、おまけにねこのコストの部分も大きく上回っておりますので、まず最初に疑似 3CF 使いたいなってなった時は、このドラギシッチ監督をまずね試しに獲得するのが一番いいかなと思います。ということで次の監督いきましょう。続きましてボ・ヘンレクソン監督でございます。この監督もですねおなじみの疑似 3CF の監督でございます。まあ、この監督もですねやっぱり疑似 3CF の中でもトップクラスに、まあ、評価が高くて、強い監督と言われております。まあ、今のうちにね獲得していただきたいんですけれども、デンマークリーグもねもう間もなくリーグ戦が再開されると思いますので、本当にね、まあ、今月中には獲得していただきたい監督かなと思います。ということで次の監督いきましょう。続きましてブライアン・プリスケ監督でございます。今週もね 4-3-1 に継続となっております。でこの監督に関しては、おなじみですね、まあ、4-3-1 に最高火力と言われておりますけれども、まあ、この監督もですね、まあ、守備のリスクは高いんですけれども、まあ、それを補う攻撃力っていうのが魅力になりますので、まあ、このフォーメーションもね、いつ変わるか分かりませんので、ぜひね今のうちに、獲得していただきたいなと思います。ということで次の監督いきましょう。続きましてペーター・ツイドラ監督でございます。さあ今週はですね 4-3-3 に変わっております。まあ、先週までね 4-3-1 に
2でね非常に魅力的だったんですけれども、まあ、今週は4-3-3ということでどうなのかなというところなんですけれども、まあ、カウンターショートフォアチェックで、まあ、ラインもそんな高くないので、まあ、使いやすいのは間違いないんですよね。なのでこの4-3-3に関しても相性的にはすごくマッチしてるのかなと思っております。まあ、個人的にはね、まあ、4-3-1-2 とか、まあ、過去にあった疑似 3CF の形なんかがおすすめかなと思います。ということで次の監督いきましょう。続きましてビビアン・ラインズ監督でございます。今週はですね 5-2-1-2 に変更になっております。戦術タイプはですねディフェンシブの方がおすすめでございます。まあ、この監督に関しては疑似 3CF だったり、まあ、3-2-3-2 とか、まあ、そういったフォーメーションが多かったんですけれども、今週はですね 5-2-1-2 ということで、まあ、結構魅力的なのかなと思います。まあ、疑似 3CF の場合はね他に、まあ、優秀な監督たくさんいるので、まあ、差別化としてはこの 5-2-1-2 っていうのは、まあ、非常にマッチしてるんじゃないかなと思います。しかもですねカウンターフォアチェックで裏数値とかも十分ですし、まあ、試す価値はあるんじゃないかなと思っております。ということで次の監督いきましょう。続きましてシュテファン・クレマー監督でございます。さあこのフォーメーションはねなかなか珍しいですね。 1CB でフォーメーション的には、3-3-2-2 となっております。希少なね、フォーメーションだと思いますけれども、これはね、まあ、強い弱い関係なくね使ってみたいなとは思うんですけれども、まあ、オフェンシブディフェンシブあるんですが、ディフェンシブの方がコンパクトネスが高いんですけれども、まあ、サイド攻めなのでどうなのかなというところなんですよね。まあ、このフォーメーション的にはサイド攻めとかすごくマッチしそうなんですけれども、個人的にはまあオフェンシブの方がいいのかなとは思ったりしてます。はい、でこのタイプのね 1CB とかなんかこう変則的なフォーメーションの監督って今までねこう裏数値が低くて守備がきつかったりしたんですけれども、まあ、今回このクレマー監督に関しては、まあ、コンパクトネス7ありますし、まあ、ディフェンシブにすると8ありますので、まあ、珍しくこの変則フォーメーションで裏数値がいい監督ということで、オンラインでね試すのはちょっと怖いですけれども、まあ、楽しむ価値はあるのかなというね、監督でございます。ということで次の監督いきましょう。続きましてロビー・ニールソン監督でございます。さあ今週はですね 3-2-3-2 ということで、まあ、この監督に関しては疑似 3CF ではない形の 3-2-3 でね一度紹介させていただいたんですけれども、まあ、今週は 3-2-3-2 になったということで、まあ、非常に使いやすくなったんじゃないかなと思っています。で戦術はですねディフェンシブもあるんですけれども、オフェンシブの方が、まあ、サポート距離がねちょっと近くなるのでオフェンシブの方がおすすめかなと思います。でこの監督に関しては、まあ、戦術裏数値がね本当に理想的というか、まあ、使いやすいタイプ。カウンターショートパス中央攻めでフォアチェックセンターアグレッシブで距離感が近くてラインもねそこまで高くなくてコンパクトネスがマックスということで、まあ、非常にこの3バックで使いやすいんじゃないかなと思います。もちろんね他のフォーメーションにしてもこの戦術裏数値っていうのは、まあ、かなり人気があるタイプになりますので、まあ、この 3-2-3-2 好きな方、まあ、もしくは3バック好きな方はこのロビー・ニールソン監督ねぜひ試していただきたいなと思います。ということで次の監督いきましょう。続きましてネストル・エル・マエストロ監督でございます。さあ今週もですね5バック疑似 3CF 継続となっております。で先日はですねディフェンシブの方がおすすめですね。この監督ですね先週紹介して私ね獲得してちょっと使ってみたんですけれども、やっぱりねこのセカンドトップの間がやっぱちょっと広くてですね、なかなかちょっと扱いづらいまではいかないですけど、まあ、他の疑似 3CF と比べると難しいなっていうのは感じました。ただですね守りはねやっぱり硬かったですね。守りは硬いんですけれども、この疑似 3CF が機能するかというところはですねやっぱり通常の、まあ、3CB の疑似 3CF と比べると、まあ、前線の連携はちょっと取りづらかったかなという印象がございます。なんでねもうちょっとこの ST 感が狭いねこの5バック疑似 3CF 来てくれたら、まあ、すごく使いやすくなるんじゃないかなと思います。ということで次の監督いきましょう。続きましてブレタン・リード監督でございます。さあ今週は 5-3-2 が入ってきてまいりました。でこの監督に関しては、まあ、火力最強と言われるね、戦術裏数値を持っております。まあ、リンフット監督とね、同じ戦術裏数値なので、まあ、信頼感はすごく高いので、まあ、この5バックっていうのは、まあ、すごく魅力的なのかなと思います。まあ、あの疑似 3CF 版もね非常に魅力的なんですけれども、なかなかね入手がしづらいということで、まあ、この5バックの形か疑似 3CF の形、まあ、どちらかが獲得できれば、まあいいかなと
思います。はい、ということで最後フォーメーション変更一覧と GG3CF のリストを見ていきましょう。はい、ということでフォーメーション変更一覧になるんですけれども、まあ、ご覧の通りですね、まあ、ほとんど変わっておりません。なので、まあ、今週はねちょっと寂しいんですけれども、まあ、来週以降はね試合も行われますし、もう少しね変更は多くなってくるんじゃないかなと思います。あとですね、まあ、デンマーク、ロシア、そして南米のねリーグももうそろそろね開幕すると思いますので、まあ、優秀な監督なんかはですね今のうちに獲得することをお勧めいたします。それではGG3CFも見ていきましょう。はい、ということでGG3CFの監督一覧になるんですけれども、まあほとんどね変更はなくて、新規の監督は約3名ですね。で、5バックGG3CFの監督ね今週1人増えたんですけども、ロドルフォ・ミラン監督なんですけれども、まあ裏数値コンパクトネスがそんなに高くないので、まあどちらかというとねエストロエル・マエストロ監督の方が裏数値が良くておすすめかなと思います。でGG3CFの総数で言うとまたね2、3人減ったので、まあ、最大値からするとねすごく減ったんですけれども、まあそれでもね優秀なねドラギシッチ監督とかヘンレックスン監督なんかはね残っておりますので、まあ今のうちにね優秀なGG3CFの監督を、まあ、キープ、しておくことをお勧めいたします。はい、ということで、今週はねそこまで変更がなくてねかなり寂しかったんですけれども、来週以降はね欧州リーグ復活するので、もう少しね、内容の濃い監督最新情報をお伝えできると思いますので、来週もねぜひご覧になっていただけたらなと思います。ということで今週は以上でございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。